ヤングバックスはアメリカ合衆国のプロレスラーのマット・ジャクソンとニック・ジャクソンの兄弟で結成されるタッグチーム。カリフォルニア州モンテベロ出身。コスチュームやファイトスタイルはショーン・マイケルズの影響を大きく受けている。2004年8月8日に兄弟揃ってデビュー。10月に HRW に参戦。2007年に PWG。 2008年にドラゴンゲート、2009年からチカラ、ロー、ドラゴンゲート u s a ティネと転戦。ティネでは、ジェネレーション・ミーのタッグ名で、ティネ世界タッグ王座をめぐり活躍した。2013年10月25日、新日本プロレスに初参戦。バレットクラブの一員として、同日に開催された、スーパージュニアタグトーナメントにエントリーして出場。 一回戦のブライアン・ケンドリックバレッタ組から勝利を収める。11月6日、二回戦でジ邪ゲドー組を下し、決勝戦でフォーエバー・フーリガンズと対戦。バレットクラブの介入を経てニックがコズロフからピンホール勝ちを収め、初出場ながら初優勝を果たす。11月9日、PPV であるパワーストラグルにて、高道のク タイチ組が保持する IWGP ジュニアタッグ王座に挑戦して勝利。初挑戦ながら同タッグ王座を獲得した。2014年1月4日、レッスルキングダム8にて、全王者組のタカタイチ組、フーリガンズ、タイムスプリターズを交えた IWGP ジュニアタッグ選手権試合4、ウェイマッチに出場。マットがタイチからピンホール勝ちを収め、 同王座初防衛に成功。2月11日、ザニュービギニングに大阪で、再び挑戦を表明してきたスプリッターズと対戦し、二度目の防衛に成功を収めた。2016年8月21日、スーパー J カップの最終日、有明コロシアム大会で、モーターシティマシンガンズ相手に IWGP、ジュニアタック王座を防衛に成功。リング上でブリスコブラザーズの持つ、 IWGP タック王座に挑戦を表明9月22日ディストラクションイン広島でタイトルマッチが組まれた最後はマットがドゥームズデイデバイスでピンホール負けを喫した2018年2月24日オナーライジングジャパン2018にてヘビー級転校を宣言しゴールデンラバーズに対戦要求をした6月9日ドミニオンにてエビル サナダ組が保持する IWGP タック王座に挑戦して勝利。同タック王座を獲得した。2019年1月、新団体への旗揚げに参画し、兄弟共に副社長に就任。2020年12月17日、ジデンボン、キリング・ザ・ビジネスが第1498代アイアンマンヘビーメタル級王座を獲得。ヤングバックスは、 同グループの選手と組む際に、その選手にちなんだチーム名を掲げる。メルッアドライバー IWGP ジュニアタッグ王座と、ロー世界タッグ王座の2巻時代。ありがとうございます。